顕微鏡の美ですね、に行きます。まず、仰人弁の角度を変えて、寝かせ気味、立ち気味、真ん中あたりから縦を持ってきて、今から山を描きますね。まあ、同じかちょっと上の位置ぐらいから山。同じ間隔で閉じて、この長さぐらいで1。まあ、この位置はだいたい辺の位置に合わせてくださいね。立ち気味に払っていきます。まあ、だいたい同じ長さぐらいですくい上げていきますね。まあ、少し下から45度、ちょっと立ち気味かな。たら右に上げていきますね。この線の左寄りからまっすぐに持ってきて払います。最後は、ちょっと開けて45度で払っていた時に、まあ、だいたい一緒かちょっと上ぐらいですね。